富山口駅は、富山県富山市上北町にあった西日本、旅客鉄道富山高線の駅である。1924年7月23日、当駅は、富山県上新井川郡、奥田村稲なりに、富賀鉄道の始発駅として開業した。当時富賀鉄道が当駅富山駅間の工事を行わなかったのは、富山駅構内における飛び越し線建設計画に、 伴う整備計画が未了であったことや人数、川廃下味処分問題が残っていたためであったと言われる。開業当初の当駅には、駅舎は小ぶりながらも、岩瀬、雪電車と書かれたネオンサイン塔が建てられていた。その後、飛び越し線建設工事が順次進捗したので、1927年1月に、当駅と山駅間の鉄道敷設免許を取得し、 同年12月15日より、同区間において、貨物運輸営業を開始した。この時に開始されたのが、貨物運輸営業のみであったのは、富山駅構内における旅客ホームとそこに通ずる、連絡地下道が完成していなかったからで、これら設備の完成した1928年7月11日に、至って同区間における旅客運輸営業は開始された。これにより、 富段鉄道線における1928年度の旅客数は前年度の86万人から103万人へと増加し、貨物も1928年度には8081トンであったが、1929年度には13091トンにまで増え、この後も毎年輸送需要は増大していったという。当駅は国有鉄道との連絡には不適であったものの、 1928年10月21日に富山市営機道の東田地方停留場が開業し、1931年8月15日に富山電気鉄道線の富山電地方駅が開業すると、各路線の乗り換え客によって賑わいを見せるようになった。周囲には新宿商店街が形成され、映画館や飲み屋街が立ち並び、陰心を極めたと言われる。しかし、 周辺工業地帯の衰退や富山田地方駅の廃止等の要因によって、前時衰退し、1972年10月1日には、無人駅となった。その後、1987年5月26日には、東田地方踏切立体交作に伴う富山港、全路線変更工事の影響により、当駅は移設され、開業以来用いられていた駅舎は解体された。 2003年11月27日に、富山市が発表した、富山高線の路面電車化計画においては、岩瀬浜駅奥田中学校前踏切間は、既存線路を利用するものの同踏切前からは、道路上に軌道を新設して、富山駅北に乗り入れ、富山口駅付近の路線は廃止するものとされた。元来、北陸新幹線の整備に伴う、富山駅高架化工事によって、 東駅と山駅間は北陸本線の仮設線路を敷くために移設を求められていたのである。これにより、富山口駅は2006年2月28日をもって営業を終了、翌3月1日付で廃駅となった。単式ホーム一面一線を有する地上駅であった。1972年10月1日より無人駅であった。 開業以来の木造駅舎は1987年5月26日の駅施設に伴い解体された。富山県統計年間によると、当駅の1日平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。